エリア内に反応。ゴジラです。こんなところまで侵入を許すとは。ゴジラは災害に思えるかもしれん。だがそれは我々人類の視点だろう。収集によりゴジラ攻略の突破口が見つかるかもしれません。データ収集班のポイントにゴジラが侵入した模様。順調にデータ収集が進んでいます。未確認の生体反応を確認。何か来ます。推定到達時間は30秒です。第9部隊攻撃を開始してください。第2部隊攻撃を開始してください。トーチが機能停止しました。敵を倒したゴジラはやはり狙いをジェネレーターに移すのでしょうか。
最終ポイントからの映像に切り替え可能なようです。第5部隊攻撃を開始してください。支援頼む。当エリアのジェネレーターは残り1機です。災害レベル1段階上げるしかないか。災害レベル2に設定。新たな兵器を投入します。総員対応する攻撃フェーズへ移行してください。第8部隊攻撃を開始してください。生き物の扱い方を教えよう。第6部隊攻撃を開始してください。当エリアのジェネレーターは全て破壊されました。当エリアゴジラにより壊滅。ここまで意思が通じないとはな。同じ生き物だというのに。ゴジラはどこへ向かうのでしょうか。